ここからは収録後テーマトークの時間です、はい、今回のテーマがなんですが、はい、東京ドームの思い出ということなんですが、いいじゃん。今回は日向坂46が3月の30日、31日に初の東京ドーム公演を行ったということで、はい、ありがとうございます。東京ドームの思い出ということにさせていただきました。おめでとう。まずはおめでとう、はい、ありがとうございます。ついに念願のついにドーム公演、はい、はい、お疲れ様でした。やらせていただきました。ありがとうございます、ね、いかがでしたか。なんか終わった後もうなんかあれは夢だったのかなって結構現実に思えなくて、本当に初めての東京ドームの景色はもう360度囲まれてるぐらいの感覚でした。やっぱこんなこと聞いたらバカみたいに思われるけど、でけえの？でけえです。でけえんだやっぱ。もう一生ないからさ、そんなの経験すること。本当にこれ結構メンバーとも話してて、うん、もうこれはおばあちゃんになっても自慢できるねって。まあね、おばあちゃんは東京ドームだったんだよって言われてドームでライブできる人なんて数限られてますから。本当にありがたい経験を。緊張した？めちゃくちゃ緊張しました本当に、うん。まあ、本番の前、前日にドームでリハーサルを、現地でリハーサルやらせていただいて、はい、そこで初めて東京ドームのステージに立ったんですけど、うん、もう朝起きてから心臓がもう収まらなくて、バクバクが。でもそれ自分だけかなって思ったんですけど、メンバーに聞いても、いや分かる、もう私も同じって、もう語彙力なくなっちゃうんですけど、だよね、だよね、みたいな感じで通じ合って。みほちとこのかちゃんはどうでしたか？いやもうみんなで緊張してました。緊張してた、はい、で酸っぱいマンっていう飴を食べて元気出してました、うん、酸っぱいマンで元気が出た酸っぱいマンがちょうど流行って梅干しの飴で、これででも見に行ったんでしょ、はい、森ちゃんはね。私は行きました、うん、ありがとうございます。最高だった。もう感動ですよ。もう ね、約束の場所に来たよって言って、はい、もうお日様の皆さんとねもう一体になって。そうなんです。いや行きたかったよ。そういうことですか？いや行きたかったの。いやうんじゃなくて、そう行けなかったんですけど、マジで次会ったらぜひね、ぜひ行かせてください。ちょっと待って、ケンキさん何笑ってるんですか？すごい無責任なことをおっしゃった。いや次あるでしょ、だって絶対ドームね。次も、いやでも絶対に今回で終わりじゃなくて、次も絶対に東京ドームに立つっていう気持ちでこれからも活動していきますね。絶対あるから、お願いします。なんかこの頂点だけに話せる裏話、ちょっと裏話的なことない？実はこんなこと裏でありましたとか、こんなあのトラブル実はあったんですとか、あの人がケータリングめっちゃ一人で食べましたとか、なんかケータリングの回だけエレベーターで行けなくて、うん、マジでケータリングの話してるじゃん冗談で言ったのに。冗談で言ったんですけど、楽屋があって、うん、ステージがその次の下の階で、はいはい、楽屋の上がケータリングの階だったんですけど、ね、お食事ステージまでエレベーターで行けるのに、うん、なぜかケータリングの階はエレベーターで行けませんでした。階段で行けっていうこと。階段で行けって、うん、じゃないとみんな行き過ぎちゃうから平和だななんだその話かわいい話、